みんなとこうやって路上ライブ初めて来てくれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、あの路上ライブも去年よりは回数が減ってきて、去年は月に10回ぐらいやってたんですけど、そこでねやってたんです、その花田小前ってところで。だけどもそこではやれないくらいのたくさんの人が遊びに来ていただけるようになって、それも本当に当たり前じゃなくて、こう私のことを SNS を通して TikTok だったりインスタのリールだったり路上ライブだったり、いろんな方面から私のことを知ってくれる方が増えて、本当に自分もあんまり信じられてない状況というか、こう夢見てたけど、こういざこう目の前にしてみると信じれないなって思うけど、やっぱりこうしてみんなが路上ライブに遊びに来てくれたり箱ライブに遊びに来ていただけるのは当たり前じゃないなってすごく思ってて、だからこそこう路上ライブが少なくなっても私はその代わりにやっぱりライブで活動したいんですよ、やっぱりアーティストとしてなんで。だから路上ライブもいずれできなくなっちゃうかもしれないんですけど、私はそれでもみんなと会える時間を自分が作るし、待ってるだけじゃなくて自分が企画してどん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 みんながこうリフレッシュだったりストレス発散できるような音楽を共有できる場を私が作りますので、よかったらこれからも路上ライブ以外でもぜひ私の一番の思いが届けられるライブに遊びに来ていただけたらすごく嬉しいです。セカンドワンマン以降もいろいろ企画立ててますので、ぜひその続報もお楽しみいただけたらなと思います。ラストは、私の大尊敬する私の歌の原点の曲を歌おうかなと思います。この曲にこもってる思いっていうのは私が皆さんに思ってる思いと一緒なので、こう歌詞をメロディーを感じて私も心を込めて魂込めて届けるので、受け取ってくれたら嬉しい。